皆さんこんにちは、ファイヤー高野光平です。さあ本日なんですけれども、こちら奈良公園にやってきました。見てください、早速五重塔。そして今日はちょっとテンション上げるためにも着物レンタルをしてみました。ちょっとね、紅葉っぽいこの金と黒と赤という着物を今日は借りて、この奈良公園散策していきたいと思います。着物とかってすごいテンション上がる。そしてこの五重塔、早速興福寺の五重塔に行きました。まだまだ本当東大寺とかいろいろ奈良公園この周辺いろいろ散策できるんで、散策していきたいと思います。鹿と戯れたい、鹿と戯れたい、行ってみたいと思います。で、奈良公園の鹿は人に慣れていますが、あくまで野生動物です。時として攻撃する時がありますので注意してください。まあそうだよね、こんな注意喚起の看板があるんだね。なんと公園にこうして普通に鹿がいますね。マジか。っていうかもう置物みたいになってる。この距離で見れるな。しかもすぐ隣は道路。うわすごい、この距離感で。しかもなんとこれ驚きなのが、せんべいあるのに食べてないマジか。もう飽きたわ、鹿せんべいみたいなこと。もうええて、鹿せんべいはええねん、マクドナルドのハンバーガーが食べたいねん。ちゅうかY眠いねん。もうええわ、そんな顔して。失礼してもいいですか。ええよ。うわうわおお、あやば。じゃあまた。これが東大寺の中門ということで、さらに奥に進んでいきます。東大寺やってきました。めちゃくちゃでかい。ほら人の大きさに対してさ、建物の大きさがお分かりいただけるだろうかというところです。すごいでかい、立派。よし突き進んでいくぜ。めちゃくちゃでかい。お、ほんとでかいな。さあ、ということで、東大寺今無事に見終わったんで、続いての場所に行ってみたいと思います。東大寺の横にはこの金ピカの塔がありましたね。おお、ガチ金ピカ。わあすごい、めっちゃいる野生の鹿が。この距離、もう向こうとかもすごいよ。マジ野生動物戯れるっていうか、この間近で見ることないから、すごい。お、マジか、すごい。鹿が待っててくれてる、二月堂の入り口で。よし、鹿さんこんにちは。こんにちは。お辞儀してくれた気がする。すごい嬉しい、こんにちは。すごい、こんにちは。こちらが二月堂。さあそしてこの階段を登って上まで行けるんで、上まで行ってみたいと思います。今日も階段を登っていきます。ちょっと休憩。鹿のんパフェ、カフェなのかな。鹿の角を表しているカリン島ですね。おいしい、しみる。おいしい、うまい、甘い、最高だ、うまい。確かこの水は飲めますだって。
おお、ドラゴンがいる。かっこいい。さあ、ということで2月号登ってきました。こちらです。おお、すごい。めっちゃ見える。おお、すごい。この眺めが高い位置なんで眺めがめっちゃいい。清水寺みたいな感じにちょっと近いかな。高いところから。続いてやってきたのはこちら春日大社ですね。春日大社にやってきました。はい、ここからね中に入って、このもう見てわかる通り赤がすごい綺麗なんだよね。春日大社入っていきたいと思います。そしてこの周りには灯籠がすごい、信じられないぐらいいっぱいある。何個ぐらいあるんだろうこれ。奥の方まで全部通る。もう行ってみたいと思います。あ、紅葉も綺麗だね。行きましょう。世界遺産の春日大社。そして隣には杉かな。これまた立派な御神木、立派な御神木的な杉があります。灯籠が、金の灯籠がずらっと並んでる。うわ、かっこよ。すごい。この金の灯籠見ててもテンション上がるな。すごい綺麗。ずらっと並んでますね。あ、なんかここにもみじが乗ってるの、おしゃれ。かわいい。ここ金の灯籠がずらっと並んでます。本だと何があるんだろうか。すごいな、この灯籠の感じめっちゃすごい。外側のところ全部金だもん。こっちもこっちですごい。外からでも見えるけどこれもすごいな。かっこよ。こっちに至る所に本当に灯籠があります。すごい楽しかったね。手と口を清めるのが鹿を祀ってる。すごい。まさに奈良では鹿せんべいゲットしたんで、ちょっと鹿さんと戯れていきたいと思います。そしてこの辺りに鹿は、鹿さんをどうにかこっちのこのイチョウの元へ誘導しております。来た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 。よし、はいはいはい。うわー、ここはちょっと待って。よし、スタッダウンダウン。はい、どう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 では、一番どうぞ。うわー、はいはい、どうぞ。うわー、すごいな、君は。おいしい？そうか、おいしいか。はいはいはい、よいしょ。おー、
この紙も食べるらしいんで、おお、いい子だね。おいしい？おいしいか？おいしいな。お、俺はもう用済みってことか。ちょっともうなくなっちゃったら用済みですって。なんと、うん、はい、待て待て待て、はい、待て待ては待ては、はいはい、待て待て、よし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 、かわいい、めちゃくちゃかわいい。